QAB アナウンサーの金城美優です。今回はクイズヌーヤガヤ視聴者プレゼントがあります。抽選で1名様に1万円相当の商品券が当たるチャンス、ぜひ最後までご覧ください。クイズヌーヤガヤこっちは完全無視もうマットバーミーただあっちにカメラがあるからはい、ということで、今回もね、前回と同様なんですけども、はい、QAB さんが来ております。はい、はいはい、今回のテーマがなんとゆるキャラです。ゆるキャラでしょうね。ゆるキャラでしょうね。ゆるキャラだ。はい、じゃあ次、ヒント1いきましょうか。ヒント1ですね。はい、はい、なんかめっちゃ緊張してる。緊張しますよね、この瞬間。おこれはよく聞いたことありますね。最近乗っかってきたな。はい、ヌーヤガヤ、ちむどん。はい、ちむどん。これがヒント1。ゆるキャラじゃん。ゆるキャラだね。このヒントでそこまで行くの。回転がすごいですね。ちなみに何だったんですか。ドキンちゃん。ゆるちゃん。なるほど。ドキンちゃん。ツムトンドン。ドキンちゃん。なるほどね。はい。じゃあ、もいこちゃん。はい、すみません。名前わからないんですけど。はい。いいですか。沖縄市のエイサーしているキャラクター。はい。エイボーではないです。おお、テイクドンドン。はいはい。名前がわからなくてもニュアンスを書けばいいんですか。また、そう。一応もあります。まあ一応本当は正式に答えてほしいですけど、一応もしこのニュアンスを言ってもらえたら、どんな感じでちょっとヒントを渡します。はい。じゃあ北から南市町村書いている。いや、いけますよ。はい、ちむどんどん。これは難しいかな。どんどん。はい、じゃあ続いてのヒントいきましょうか。相変わらず沼尻アナは一つも変わらず。ちゅーちゅーちら。はい、ヌーヤガヤ琉球アガイティダのちら。分かりそうな気がするけど、ゆるキャラに結びつかないよ。琉球アガイティダのちら。あれ、サムラス勝ててる。はい、ヌーヤガヤ。サングラスをかけてるかどうかわからない。これは、はい、もう想像にお任せ。うわー、サングラスかけてるキャラクターいる。オーディエンスは使わないんですか。何それ。はいはいはい、ディクショナリー。ディクショナリー。ごめんなさい、俺英語で言われてもわからない。純選手は多分オーディエンスじゃなくてライフラインって言いたかったんですよね。ライフラインで、ライフラインの中でオーディエンスが 50-50 とかあるじゃないですか。クイズ見るようになる。で、今みゆさんはディクショナリー、ライフラインのディクショナリー辞書を使いたいですっていう。もうやめて。英語使いすぎ、英語使いすぎ。全部日本語で言って。そうそう、ライフライン持ってました。金城アナはね、本を持ってきてるんですね。これ使ってもよろしいです。これも準備してきてるっていう、すごいね。勉強してます、これで。はい。ディクショナリーしてるんですか。はい、いいです。ディクショナリーして。これ、ね、読書なりって。読書なりしてる。はい、じゃあ、YouTube アガイティダのチラ。ね。まあ、何でも出してる。ちなみに、何でも、金城アナが好きなキャラクター。でもいいですし。はい、じゃあ近所好きなキャラ。え、正解です。はっ、教えてください。どういうこと。何持ってこれは素晴らしい。怖い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 。として出してないですよね。好きなキャラとして出して正解。これを見てね。ああ、わかった。いいね。待ってください。なんで結託してるんですか。本当ですよ。わかった。全然納得いかない。じゃあ行きましょう。はい。これは最終ですよ。
ククヌチイエビ。イエビ？なんで笑ってる？めっちゃ笑ってる。なんで笑ってる？なんで笑ってる？ちなみに分かりそう。ああ分かります。分かるんだ。じゃあ絶対分かるんだ。好きなキャラクターですもん。分かりますよね。ウケるな。はい、じゃあ、もりこちゃん。はい、すみません、名前を忘れてしまいました。キジムラのキャラクターではない。キジムラ好きだ。ブブーですね。違うか。もう、もりこちゃんさ。はい。今日、もうそれで来てる。出てます。出てます。それで来てる。出てます。出てると思う。わかれわかれわかれ。こっちも思ってんだけどね。パンパンってね、考えてください。こうやってヒント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 ね、ヒントはいはい、はい、じゃあ萌子ちゃん、はいはいはい、おお、なるほど。やっぱ意識してました。意識してたよね。そうです、やっぱり意識はしてきましたね。いや、してたんかい。はい、じゃあ沼尻アナ行きましょう。え、これ？あ、どっちどっちがいい？よかったー。よかったー。なんかあんまり嬉しくない。いかがでしたか？難しかったでしょうか？ここでクイズヌーヤガヤ視聴者プレゼントの応募方法をお伝えします。この動画のコメントに答えをご記入ください。お一人1回の回答となります。当選はコメントにて返信でお知らせいたします。ぜひたくさんのコメントお待ちしております。